真ん前なんですが信号が遠い。ナムコナンジャタウンを思い出しました。帰りの岬的循環バスですけれども、循環バスなんで、ちなみに行きは左回りだったんですけど、こちら右回りのダイヤになりますので空いてます。というわけで行き来たバス停の方に戻ります。ちなみに岬は人口が急増している町の一つです。奥の方には昔ながらの住宅ももちろんあるんですけれども、これいかにも新興の一軒家っていうのもたくさんありますね。どんどん街が変わっていってる気がします。ちなみにここから先がいわゆるピアラシティと言われているゾーンで、山田電機とかそういう大きな店舗がたくさんあるようです。行き降りた彦川道2丁目バス停に戻ってきました。やっぱり結果的に行きも帰りも同じバス停から乗るって形ですね。三郷線で